今日はすごく感度のいい女優さんだったな。感じすぎておしっこいっぱい漏らしてたな。おしっこいっぱい出すとミネラルが出て体の力が入らなくなっちゃうんだよな。ラーメンの出汁みたいな味がするおしっこもあるし、うん、ミネラル足りないときは女優さんのおしっこ飲めばいいんだ。いかんいかん、これ完全な変態だ。時間や社会にとらわれず、股間に栄養を満たすとき、つかの間、彼の一物は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず、明日への勢力を蓄えるという孤高の行為。この行為こそが、レジェンド田淵に与えられた最高の癒しと言えるのである。よしよし、散歩散歩散歩だよ。よし、まずは普通に歩いてみよう。ん、次は竹馬に乗ってる要領だね。立ち幅は骨盤ぐらいが無理がない。歩きは小幅だ。楽して歩くには自分の体重を地面、地球の中心に投げる感じがいいな。鼻呼吸でアナルを直腸に引き上げるように歩く。うん、これ勃起にいいぞ。アリの戸渡りがすっごい気持ちいい。いいぞこれ、こりゃいい歩き方見つけた。歩いてたら副交感神経が優位になってきて、なんだか腹減った。腹減った腹減った腹減ったよ。どっかにいいお店ないかな。お店お店お店。あ、この店良さそう。マグロ納豆とろろ丼か。うん、ここにしよう。こんにちは。じゃあマグロの刺身とマグロのネギトロ爆弾ぶっかけ。ぶっかけお願いします。ぶっかけちゃってください。おー、来た来た。うまそう。これ今日も無傷じゃ帰れないな。いただきます。業界用語でマグロとは動かず反応がない女優を指すが、正しくは冷凍マグロだね。生きてるマグロはピチピチビンビンに、危ないくらいよく跳ねるもんな。うわ、うまい。女体盛りの撮影を思い出すな。体があったかいから刺身が危ないんだよな。撮影の女体盛りの刺身は絶対食わないもんね。しかしこのマグロ本当にうまい。次これなんだ？トロロは根菜類なんだよね。根菜はごぼうや人参、体にいいものが多い。まぜまぜ、ネバネバ、トロトロだねこれ。うわー、いやらしいな。おー、ネバってこれ糸引いてるよ。うわうわ、うまい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 よこれ。すっごいうまい。栄養は大切だが、うまくないと食べ続けられないもんな。ミネラルはムチンだ。良いザー汁が出ておちんちんが良くなりそうな予感。んー、これがボッキ飯だよ。シジミはアミノ酸の一種、オルチニンとタウリンがいっぱい入ってるんだ。アルコールを分解するから酒飲みには必須ミネラルだね。シジミの出汁はなんでこんなにうまいんだろうね。女性器とともに貝類に感謝。ごちそうさまでした。ん、なんかムクムクしてきたぞ。ほーら来たよ。よし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 。
さて今日はたくさんミネラル取ったぞ。これで明日も良い勃起ができる。勃起飯ありがとう。皆さんこんにちは。孤独の勃起飯第3話ミネラル編いかがでしたでしょうか。今回はですね、マグロ、トロロ、納豆、シジミ、ミネラルだらけですね。でも皆さん普段これだけ取れないですよね。そこでこれなんです。これね、全部入ってますからすごくいいですよ。田淵も取ってます。ぜひおすすめします。